はいどうもこんにちは、クイズ族の伊沢です。桜です。本日はお AI クイズ、おい流行りですね。はい、 AI ね、もうもはや文化ですけど。そうです、クイズ族も結構 AI を使ったクイズなんかね、やってきましたから、うん、で今回は AI に関するクイズです。おお、はい、AI を使ったではなくて関するクイズですね、はい、そうです。はい、自信ありますか？自信はまあでも結構トレンドとかを追ってるタイプだし、ニュース番組とかも出てますから、ある程度はいけんじゃないかなと思いますけどね。おお、 TI としても TI なんだ、タクシーインテリジェンスね。、うん、それはそれでかっこいいけど、トレンドを抑えてるかどうか大事なクイズですから、うん、しっかりと全問正解していきたいなと思います。はい、ということで、はい、今回ですね、もう社会人なら知っておきたい AI に関する3択クイズ7問ご用意しております。はい、はい、じゃあちょっと全問正解目指して頑張ってください。おい、それでは早速第1問参りましょう。はい、それでは第1問です。問題はこちら。ほい、次のうちオープン AI が開発したチャット GPT の説明として誤っているものはどれ。お、 A 前の質問を踏まえて次の質問に回答する、 B 事実と異なる回答をすることはない、 C プログラミングコードを書くことができる。おお、今話題のチャット GPT のクイズから入ったんですね。話題ですよね。おお、話題ですね。僕も結構使ってみてるんで。おお、ちなみにどういう時に使いますか？僕はでもね、あのクイズ作らせてみたりとかはしてますね、実験的に。結構まだちゃんと命令を与えないといいクイズはできないんで、うんうん、とりあえず10個ぐらい書かせていいやつを採用するみたいなやり方で、チャット GPT 使ったクイズ作りとかやってみてますね。なるほど。では答えましょう、はい、僕の回答はこちら。事実と異なる回答をすることはない。お、事実と異なった回答はね、まだ結構する、うん、適当なことを言いがち。これはなるほど。ということで正解は B でございます。よっしゃ、ありがとうございます。これぐらいはねできないとね。ちなみにですね、チャット GPT は開発された時の知識しか持ってないらしいんですよね、うん、だから2020年段階で止まってるみたいなことだから、うんうん、でもここから、ね、進化していくとよりいいものができてくるんじゃないかなということで、うんうん、可能性は無限大ですね。まあまさにこれからというところですよね、うん、では続いて第2問に参りましょう。それでは第2問です。問題はこちら。ほい、次の機械学習の分類のうち大量の正解データが必要となるのはどれ。 A 教師あり学習、 B 教師なし学習、 C 教科学習。おー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 おおお、いきなり用語じゃん。もうこういうのってさ、あの推理なる選択肢が A、B になって C 関係ないこと書いてあるとちょっとドキッとする。これがどういう意味を持つのか。そう、これ教科学習って用語なのかな。教師あり学習、教師なし学習とかは俺がちょうど大学卒業するぐらいの時に研究トレンドとして人気で、結構みんなで、ね、機械学習やってたんですよ。ちょうどだから俺が学生だった頃に学部生でもやれるぐらいの領域に入ってきたのかなって感じだったからね。伊沢さん自身はその機械学習とかはやってない。やってない、全くやってないんだけど、でもあの理系の友達に会うたびに卒論これでやってるって話は聞いてた。学生の頃に人がやってるの見てたのは大量の正解データ読み込ませる系だった気がするんだよな。ほうほうほう、じゃあそれがどれかってことですね。そうで、その時に教師あり学習の話題になってた気もするから、ということで僕の回答は A 教師あり学習。これじゃなかったっけ、うん、これで教科学習だったら目も当てられない。一旦2択に絞ったわ。一旦2択に絞って正解は A です。あーよかった、あーよかった。よしよしよし、そうだよね、そうだよね、はい、教師データと正解データがイコールだもんね。はい、その通りですね。AI が学習するデータを教師データと言い、うん、教師あり学習では大量の教師データを使って AI が学習しております、うん、やってたんだよみんな、うん、教師なし学習はあの正解はこうだって教えずにデータを読み込ませたら、まあ、AI がなんかこういう特徴があるやつがなんかうまくいってることが多いですねみたいなのをまあ見つけてくれる。なるほどね、はい、教科学習はまあ将棋とか囲碁の AI とかが特徴的なんですけど、うんうん、もうルールだけ教えて、こういう手が強いとかこういう手が弱いとかを教えてなくても、まあ、あの自分の中でシミュレーションして強くなってるということで、まあなんとかよし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 、不正解出さずに来てますね。序盤からちょっと怖いですね。ちょっと全問正解目指しましょう。おい、それでは第3問です。問題はこちら。 AI が取り扱うデータの精度を高めるために行うデータ〇〇、〇〇に入る言葉は何。
A クッキング、 B クレンジング、 C ショッピング。うわー、俺データクレンジングだけなんか聞いたことある気がして、ほう、でも俺一度も自分で発話したことがないから自信がない、はい、データクッキングですって言われたら、ああそっかってなっちゃう気がする。なるほど。でもデータクレンジングの意味も分かるんだよな、その精度をさ上げるためにクレンジングって、まあ洗うことじゃん、だから余計なデータを洗っていったりするってことを考えるとクレンジングなのかなと。クッキングはさ、データいじりすぎちゃってるからさ米とさ油があった時にチャーハンを作るのはクッキングだけどさ、クレンジングしなきゃいけないから本当は米は米のまま流さなきゃいけない、この例分かりづら意味合い考えたらこれなんじゃないでしょうか。データクレンジング、聞き覚えもあるしクッキングもショッピングも合わないんじゃないかなと思います。なるほど。あんまじゃあ意味には自信はない。自信ない。でも聞いたことある気がする。これだけ聞いたことがあると。これだけ聞いたことがある気がする。なるほど。正解は B、 よし、クレンジングです。ありがとうございます。よかった。はい、まあ、その通りで、A とか C はまあない言葉ですね。うん、はい、そうなの、ない言葉なんだね。はい、保存されているデータから不備のあるデータを修正して品質を高めることをデータクレンジングと呼んでいるという、ね、精度が落ちてこう誤った判断を下してしまう可能性がちょっと高まりますので、なるほど、まあ、なるべく、不備のない情報にしようとしている。お、見事3問連続正解でございます。ありがとうございます。じゃあ次の問題いきましょう。おい、さあそれでは第4問です。はい、問題はこちら。物体検知モデルを作る過程で行うアノテーションとはどのような作業のこと。うわ、 A 画像を集める、 B 画像に説明をつける、 C 鮮明な画像にする。うわ、聞いたことある。あ、聞いたことある。アノテーションは聞いたことある。なるほど。さあ大事なのはとなるとアノテーションの綴りだ。ほう、アノートなんじゃないの。アノートという単語にエーションをつけて名詞化してるんじゃないか。なるほど。ノートは説明つけるんだよね。ほうほうほう。ノートブックのノートだから、だから説明を書いたりすると。となると画像に説明をつける B なんじゃないの。おお。じゃないの。答えていいんだ。いや、不安なんだけど正直不安なんだけど、それは答えなさいよ。あ、本当？後悔しないためにも選ぶということで、アノテーションはどんな作業のこと。 B 画像に説明をつけるが僕の回答です。おお。頼む。もう完全に言葉から言ってる。正解は B です。よし、 OK、 そういうことですよクイズ王の解き方、見事。アノテーションというのは本来は注釈という意味の、ね、ああなるほどね、はい、あそうだ、論文に注釈つけるときにアノテーションとか書いてた。ああ確かに確かに。画像に説明をつけた後に AI がその画像から特徴を抽出し同じ特徴を持つ画像を見せられたときに正解できるようになると。なるほど、はい。でまあ、いわゆる教師あり学習の、まあ、教師データですよね。おお、なるほど、ね。はい、でですね、はい、今回提供いただいているスカイさんはこのクイズに出ましたアノテーションをはじめこの画像認識 AI に関する技術開発に多く携わっているということで、ね、はい、ここからは AI の中でも特に画像認識についてのクイズですなるほど、やったことないなこれはちょっとレベルが上がりそうな感じがします、はい、ちょっと専門的になっていきますよ、ね、でも折り返しまで全問正解来てるから、うん、これは行きたいと思います。頑張ってください。さあそれでは第5問です。問題はこちら。次のうち文字を認識する AI OCR 技術が従来のものと比べて特に高精度で読み取れるものはどれ。お、 A 手書きの文字、 B 一つずつ区切られた文字、 C 免許証などのパターンが限られる文字。はあ、 AI OCR 技術を作るのはなんか目的がないと作らんちゃうってなった時に今までできなかったことを高精度にしてると思うんですよね、この技術を作る時に、うん、一つずつ区切られた文字は今までの OCR でもできた気がするし、免許証などパターンが限られてる文字も基本的に印字された文字だから相当高精度で今までの読み取れたんじゃないかな。おお、なるほど。この従来のものと比べのところですね。そうそう、従来のものと比べた時にここで精度が上がったら特に嬉しいなって A の手書きの文字な気がするんですよね。うん、ということで必要がありそうなのはこの技術だと思います。 A 手書きの文字。正解は A です。よっしゃ、
そういうことですよね。見事ですね。 AI OCR について詳しくはなかったけど、はい、これだけ浮いてる選択肢は。おお、あ、そうなんだ。そう、まあ、AI は大量のデータを学習して特徴を自動で抽出できるので、まあ、従来できなかったその手書きの文字のものも高精度で認識できるようになっております。なるほど。さあ、ではあと2問です。はい、気合い入れて次の問題やっていきましょう。全問正解目指す。さあ、それでは第6問です。はい、問題はこちら。2018年の論文によると、胃がんを検出する AI が1枚の画像を診断する時間はおよそ何秒、A 2秒、 B 0.2秒、 C 0.02秒。うわー、知らねえ。でも俺実際に画像認識の AI が稼働してるのを工場で見たことが1回だけあって、この時はね、鶏肉の仕分けをしてたんですよ。ほうほうほう。通った瞬間にピッピッピッってできてたから、少なくとも2秒はかかってない。へえ。だから B か C だと思うんだけど、もうここまで来たらさ、あんま体感で分かんないから0.2 と 0.02 って、まあそうね、違いが分かりづらいから、もうこうなったらクイズ王の勘よ。 0.02 の出したくね、問題として。なるほど。となったらもう技術はここまで進んだはずです。C 0.02 秒。早いやつに決まっとるわい。よろしいですか。え、正解は C です。おっしゃ、ぶれーしゃ。2296枚の画像を47秒で処理した。わ、すごい記録だね。まあ、人間と AI がこうそれぞれ特性を生かして取り組むというのがまあ大事ということですね。明らかに危ないやつとかもすぐ見つけられるっていうのは AI のいいところですね。そうですね、まあ、見逃し防止には有効かなと。なるほどね、うん、さあ、ということで、はい、ここまで6問全問正解中です。いい感じですね、いい感じですね。そういうことですよ。ということで最終問題、はい、全問正解目指していきましょう。それでは次が最終問題です。それでは第7問です。うっ、問題はこちら。次のうち画像認識技術が重要なシステムの ADAS に最も関わりが深いものはどれ。おー。 A 自動車、 B 人工衛星、 C 監視カメラ。うおー、 ADAS、 よくないですね。わからんですね。なんかの略なんですよこれは。はい、AI ドライビングアシストシステムだろ。ほう、これだから自動車が認識してる画像をうまく認識して LINE とかを見間違えないようにしたりとか、前から来る車を認識したりとかっていうことはできるんじゃないかなと思ったんだけどさ、 DA がドライビングアシストじゃなかった場合終わる。それだけで今言ってます、ね、それだけで言ってる。でもダーってきたらさ、自動車見たらドライビングアシストにしか読めなくなっちゃった。今日は俺すごい調子がいいから、素直に自分の頭が生んだ推測を信じたい。なるほど。ということで僕の回答は A 自動車、これに全問正解をかける。伊沢さんの答えは A 自動車となりました。頼む。正解は A です。A です。よっしゃー、食べたせいで A じゃないですって言われた気がしてよ。はい、見事全問正解です。よし見事ですね。よかった、これは A だす。まあ、ちょっとところどころあいつつ、ところどころ違いつつ、あ、違ったんだ。はい、ADAS の A はアドバンスドの、ね、あ、アドバンスドね。して、ドライビングアシスタントシステム、アシスタントなんだね。まあ、内容に関しては、まあ、伊沢さんがちょろっと言ってましたけど、あの白線を検知して車線をはみ出さないように走行できるとか、人を検知して危険を知らせてくれるとか、そういうものでございますので、そうなんだ。はい、結構推理としてはかなり近いところ行ってたかな。本当ですね、うん。いやー、綱渡りだったけど、知らん割には推測力のみで戦ったな。やっぱ英語の勉強って大事ですね。そしてスカイさんは、白線を検知して自動運転する技術や、医療の現場で腫瘍を自動検知するシステムなどね、そういう日常で使われている幅広い AI 技術に携わっていると。さらに、スカイさんは画像認識技術者の育成カリキュラムを確立していると。いうことで育成にも力を入れております。現在エンジニアを募集しておりますので、気になった人はチェックしてみてください。やりがいを感じやすいですね。うん、
またスカイさんの公式チャンネルでは AI 画像認識のより深い動画も公開されております。こちらもチェックしてみてください。ぜひ。まあでもやっぱね、あの基本的な AI についてのどんなものかみたいなのが分かってると、うん、新しい技術がどんどん更新されていっても理解しやすいかもね、うん、そういう意味では僕もそういう解き方を今回したかなって感じです。そうですね、まあ結構このどん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 進化して情報が変わっていきやすい分野だけど、うん、まあ、見事ね、ありがとう、基礎力で正解という感じでしたね。そうそう、だからこの動画を見た人は今後新しいニュースが出てきても結構ニュースを理解しやすくなったりとかね、うんうん、そうだね。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。またお会いしましょう。さよなら。さよなら。